い、皆様お忙しい中お集まりいただき本当にありがとうございます。ですね、明日、発売になる、週刊新潮にですね、いろいろな記事が、書かれているんですけども、結論から、申しますと、今現在父は、非常に元気に、やっております。まあ、一時はちょっとどうなるかなっていうところも、正直あったんですけども、おかげさまで、元気に、今自宅で、療養を、はい、しております。はい、はい、じゃあちょっとお待ちください。ごめんなさい。はい、ではよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今現在の達夫さんの様子から教えていただけますか。はい、ですね、もう父はですね、元気に、なっております。はい、はい、食事もですね、自分で作れるようにまでなっているので、非常に回復に向かっております。がんが分かった時の様子というのを教えていただけますでしょうか。そうですね、6月のですね、中旬にですね、まず全身がですね、非常に、ものすごい痒みに襲われたんですね。と同時に目の白いところがものすごく黄色くなりまして、まあ黄疸ですね。で、まあ、母が あまりにもちょっと黄色いので病院にすぐあなた行った方がいいわよっていうことで、はい、6月中旬に行きまして、で検査結果が出たのが6月24日ですね。で正式な病名はですね、十二指腸乳頭部がんですね。はい、それはお父様はご自身で告知を受けられたということになるんですか。そうですね、もう長年ずっと同じお医者様にかかっていまして、まあ、今回はちょっとこう今まで自分が気にしていなかった部分にがちょっと悪くなっていたので、うん、まあ、正直びっくりしました。はい、今まで痛みとか、はい、なんか違和感とかおかしいなみたいなところはなかったんですね。うん、はい、食欲とかも普通に食欲も、はい、普通にありまして、まあ、ちょっとこう黄疸がね、出てたっていうことで、なんだろうっていうことで、はい、それから手術になると思うんですけれども、はい、それまではどのような形で過ごされたんでしょうか。はい、まあ、6月24日に告知をされまして、それから約1ヶ月、ちょうど1ヶ月、7月24日に、12時間に及ぶ、手術、約、まあ、長時間になりますと言われまして、まあ、正直がん その発見は早期発見だったので、まあ、ステージからいうと1から2の間なのでかなり早期発見だったんですね。で、一番すごく心配をしたのはまずその今実際78歳なので、まあ、高齢ということもあって、その12時間の手術に耐えられる体力があるかというところだったんですね。で、まあ、その手術中にもしかするとというお話は先生から、まあ、いただいてたので、はい、手術をする前にお父様はどんなことをおっしゃってましたか。その不安だったと思うんですけど。そうですね、もう本当に家族は、まあ、正直もうどうしようかなって思って、やっぱりみんな正直やっぱパニックでしたし、うん、だけじゃなかったですね。告知を受けた時にはお父様はどんなように受け止めていらっしゃいました。あ、やっぱり愕然としてましたね。はい、その手術の結果というのはどうだったんですか。はい、まあ、当日、まあ、約12時間かけて手術をして、それから、まあ、家族が先生のところに、まあ、結果を聞いた時にはもう本当に成功ですと、はい、手術は成功
したので、うん、ご安心くださいというお言葉をいただきました。手術の間は、アンナさんはどんなことを思ってらっしゃいました？まあね、正直、まあ、母も私も、娘も、父の周りのスタッフもみんな同じだったんですけども、やっぱりその送り出す時に、もしかしたらこれでバイバイかもしれないっていう覚悟を持って、まあ、その手術室の前で、はい、行ってらっしゃいと言って、もしかしたらこれで会えないのかなとかいう不安とかはやっぱり襲ってきました。うん、梅宮さん自身はどうなんですか？うん、やっぱり、やっぱりすごく初めてなんですね、この外科的手術が。なので、まあ、今から43年前に肺がんをやりましたけども、はい、まあ、その時は切らずに、はい、感知してるので、まあ、とにかくすごく不安の中にいて、もうこういつもの、うん、元気な状態ではもちろんなかった。目が覚めて一番最初にどんな会話をされましたか？ですね、本当に高齢の、これってすごく体験をなさってる方結構いらっしゃると思うんですけど、体験をしないとわからないんですけども、高齢者が長時間 の、 その麻酔をかけて、手術が終わって術後すぐ喋れないんですね。で、専門といって、まあ、その手術の、まあ、ストレスとかで、まあ、いろいろこう、幻覚とかそういうのを見たりするので、もう家族はちゃんとおしゃべりができたのもやっぱり10日ぐらいでしたね。その間はやはりでも心配じゃなかったですか？もうこのまんましゃべれないのかなとか、思いましたね。じゃあ最初の言葉は、はい、もう徐々にもうとにかく頑張っよく頑張ったっていうことを、言葉を言いましたね。よかったって、はい、その時の表情はどうでしたか？そうですね、まあでも正直ね、笑いが出てくるのはやっぱりごく最近の話で、ものすごく大変な体力をやっぱり使いましたし、よく12時間近くの手術を乗り越えたなっていうのは、本当に私たちも家族も本当にびっくりしましたね。はい、退院はいつだったんでしょうか？退院はですね、それが、手術をして2週間で退院したんですね。で、やっぱりどうしても家がいいとって言って、帰りたい帰りたいと言って、結構もう、もう手術が終わって、体中にチューブが10本近く入ってたんですね。でそれが、まあ、日に日に取れていって、1個ずつ取れていくとすごく笑って、今日1本取れたって言って、でそれがやっぱり2週間の間で、まあ、ほとんど取れまして、はい、その十二指腸が患部ということなんですけれども、その切除したのは十二指腸だけですか？十二指腸をすべて、取ったのと、あと胆のうも取りました。で、今日ね、これ実は父が書いてくれたんですけど、分かりやすく、まあ、ちょっと汚いんですけど、まあ、これが十二指腸 で、 で横に胆のうがついてまして、膵臓があって、膵臓をちょっとやっぱり切除、十二指腸がついている部分のところを、はい、取りました。これは転移ということではなくて念のため、はい、という措置ですか？ですね、まあ、ちょっと私もそこまでちょっと詳しいことは言えないんですけども、言えないというかわからないんですけど、はい、まあ、その裏側に胃もついていきまして、胃もちょこっと、はい、取ったりしましたね。はい、まあ、悪いところは全部取ったという形で、はい、全部取りました。全部取りました、はい、じゃあ全部取ったのはその十二指腸と胆のうと、そうです、で胃の一指腸と、はい、と膵臓ですね。胃の検査ってどうなんですか？はい、かなり良好でして、今日も実は第1回目の
病院に、はい、あの術後の経過を、うん、あの見せに行く日だったんですね。で先ほどあのちょっと話をしたんですけども、あの先生方も本当に驚くほどの驚異的なあの回復だと言っていました、うん、はい、あれだけグルメなね夢、はい、皆さんお父様今食事なんかはどうなさって。そうですね、もうやっぱりお料理がもう大好きで大好きで、うん、もうあれだけ作っていたんですけど、ただその病院で出されているようなご飯を作るのがこんなに大変かという、あのその、まあ、糖尿病食、糖尿もあるので糖尿病食を作ったりとか、今までやったことがない分野のお料理なので、でももう本をたくさん買って、あの今までもでも家族の私たちはいろいろその、あの体のことを考えて塩分をね控えてねとかいろいろあってたくさん買ってたんですけど、全部捨てちゃうんですね、うん、こんなのいらないと言って、ただ今回はやっぱり相当自分でもやっぱり痛い思いをして言ってました。やっぱり人間は痛い思いをしないとわからないなっていうで、自分からもう買ってきたりとか、まあ、あとね、アマゾンとかで頼んだりとか、はい、もう今日届くものが欲しいとかね、まあ、そういうようなあの状態なので、うん、もうあの来週からもう釣りにあの出かけるので、はい、もう自分でご飯を作って、はい、あの釣りに行く、もう今準備とかに入っているので、お医者さんそれは OK は、あ、もうあの今何をしちゃいけないということもなくて、うん、ご飯もこれもダメあれもダメっていうのではなくて、うんうん、あの制限、量の量ですね、量をあの制限してあの普通に生活をしてくださいと、はい、じゃあ今生活に支障っていうのはじゃあ、そうですね、まあ、完全にあのもう普通のね、うん、あの元気な体の人とは、うん、あのと同じではないんですけども、うん、もうあのほぼもうあの元気に回復しているので、うん、本当にあの家族もですね、私もまさかあの、ね、もうちょっと時間かかるかなとか、まあ、最悪な事態を、まあ、考えてはいたので、うん、はい、体重はどれくらい減ったんですか？そうですね、体重やっぱり10キロほど落ちてますね、うん、あ、そうですか、食欲がどうしても戻らないっていうところが、うん、まあ、今一番の本人の悩みです。今後例えばその抗がん剤治療を続けるとか、はい、っていうことはどうなんでしょう？今とかないです。え、はい、ないです、はい、もうじゃあそういう治療は、がん治療っていうのは、まあ、もともとただもう、はい、あの先ほどもあの言ったようにですね、もともとがん体質なので、うん、もう肺がんをやってからはもうほとんど何かちょっとおかしいなと思うとすぐ病院に行って、あの胃とか大腸とかにあの、まあ、ポリープ、そのがんになる手前のポリープはもう散々やってるので、半年に、3ヶ月から半年に1回病院にはずっともう何十年も通ってますね、はい、じゃ化学療法とかそういったことももう予定はなくて、ないですね、はい、じゃあもう本当に元の生活に徐々に戻って、そうです、はい、そうです。今年の2月にね、はい、あの宮さんもう何か死の思いをなさったっていうお話ね、そうですね、ちょっと倒れて、うん、まあちょっと皆様の前で倒れたりとかもしてたんですけど、うん、まあ、あの時はですね、うん、あのまた全然また別 の、うん、あの病気というか、まあ、肺炎、ちょっと重い肺炎だったので、うん、まあ、それであの病院には入ったりとかしてました、ね、その時もいろんな何か合併症をされたと、そうですね、トリプルだったんですね、心不全、腎不全、うん、重い肺炎、うん、それはかなり危険じゃないですか？あと1日、うん、あの遅ければもうメニアさん助かってませんでしたよっていうことは先生方おっしゃってたので、まあ、なんせ安藤昇さん の、うん、あのその弔辞を、ね、読む係だったので、うん、どうしてもやっぱ責任感が強いので、あのそちらを優先して、うん、はい、じゃそれも乗り越えてという、はい、一時は今晩が峠だって言われたっていうような話を、ね、なさってましたけど、もうあの時もやはりもう先生に呼ばれまして、うん、今夜がもう 40% の確率なので、うん、あのご家族の方あの一応そういうふうに思っておいてくださいって言われたのが2月でした、うん、それはお別れ会が終わられて入院した直後、そうです、その夜ですね、その夜、その夜、じゃあやっぱよほど無理はされてたってことですよね、うん、そうですね、本当にあの頑張ってしまう性格なので、うん、もうとにかく責任感が強くて、自分よりも
あの人、うん、のためにっていう父なので、うん、はい、今回その、まあ、あの今もう元気でいらっしゃるという中で辰夫さんが会見ではなくて、はい、アンナさんが今会見開いてくださってますけど、うん、はい、これはなぜ？そうですね、あのまだ父も完全復帰まだしてないので、うん、もうだいたいそうですね、もう2かあと2ヶ月ぐらいですかね、うん、もうあの完全復帰になると思うんですけど、うん、もうとにかくそれまではあの外にあまり出ないように、うん、あのもう家族であのとにかく見守っているというか、うん、はい、もし分からなければ、うん、辰夫さんはもしかしたらその公表はしないご意向だったとかってことはあるんですか？いや、まあ、今回、週刊新潮の方が、自宅にね、ピンポンを、来たんですね。で、それで、でももう、やっぱり今、もう、その、大変な、一番大変な状態ではないので、もう元気に普通に歩いて、もうスクワットとかも、やれるぐらいまで行ってるので、まあ、今だから、言えた。お仕事の復帰の予定なんかもあるんですか？そうですね、もう2か、今年、うん、そうですね、もうあと2ヶ月ぐらいで完全に、うん、あの仕事に戻りたいと、はい、言ってます、ね、じゃあ年末までには。そうですね、でもやっぱり元気になって、うん、また一緒にね、テレビ出ようねって、うん、はい、言ってるので、私も、うん、はい、具体的な予定とかもあるんですか？そうです、いや、うん、まだないんですけど、まうん、とにかく一緒に仕事ができるように、うん、なりたいと、はい、私は思ってます。アンナさんもね、うん、それぞれ2月とそれから今回と、はい、もうちょっと本当に生死をさまよったぐらい大変な思いをして、はい、それを乗り越えたその支えになったものってやっぱりご家族ですね。そうですね、やっぱりもうまだやっぱりまだまだやりたいことがやっぱりいっぱいあるんでしょうね、うん、はい、もちろん家族まだどこかでね、やっぱり今、うん、父ももちろん私たち4人家族ですけど、やっぱりね、孫だったり、うん、まあ、いろんな意味で、ね、まだまだ心配もありますし、とにかくまだ俺はいけないって、うん、はい、お母様も心配なさったんじゃないですか？そうですね、母は本当にね、今回もこの度ももう毎日の家族みんなが毎日に交代交代で病院に行って、うん、まあ、出たので、とにかくやっぱり大変ではありましたけど、こういうもんなんだなっていう、はい、ずっとね、その、まあ、お父様って元気だったじゃないですか、はい、その命の危険ということを初めて娘として、はい、そんな状態のお父様を看病して、何か改めてお父様に対して感じることってありますか？そうですね、ただもう10年ぐらい、この10年ぐらいは、うん、基本私は何でしょう、その、まあ、もう本当に今78なので、はい、やっぱりうちの父の周りとか皆さんやっぱりもう元気ではないかったり、もう返してしまう友達とか、うん、そういうのをやっぱりずっとこの10年ぐらい見てたので、私は母から電話が、携帯に電話が鳴って自分がちょっと離れてたりすると、父に何かあったかなって思うように心構えは私はずっとしてるんですね。なのでね、やっぱりその時に何ももう考えないで、そのことも考えないで、先のことも考えないでいると大変だなと思うので、う、まあ、そういう、こう気持ちは、心構えは、心の準備というか、心の準備はもう10年ぐらいしてますね、はい、でも改めて、あ、大丈夫ですか？改めてその、まあ、ちょっと弱ってお父さんを見て、自分がこう支えていかなければみたいな思いというのはどうですか？本当にその病院に入院する時ぐらいに結構いろんなスケジュールがありまして、父が参加するそのお仕事以外というか、まあ、プライベートでいろいろなものがあったんですけど、ほぼ全部私が引き受けて、父の代わりに、はい、出席をずっとしてたんですね。なのでやっぱりしっかりしなきゃいけないなっていうのはものすごく感じましたね。そういう姿を見てお父様も随分頼りになさったんじゃないですか？いや、私ね、まあ
そう、いやいや、そんなもううちのやっぱり父の代わりはできないんですけども、私なりにあの最善は、はい、尽くしました。はい、今日あの会見をね、安野さんがされるということで、はい、今このメモもね、渡してくださいましたけれども、はいはい、何か言葉はありましたか？そうですね、あの、まあ、本当にですね、まさかあの このこんなに人数 の方々というか、あのマスコミの方が集まってるとはちょっと正直私たちもびっくりしたんですけども、とにかくあの最後さっきもここ来るときにあのちょっと話してたんですけど、何か言いたいことあるって私が代わりに言ってくるけどあるって言ったら、とにかく俺は元気だって、はい、もうあの元気だからあのもうそんなにあの触らないでくれということをあの、はい、伝言ももらいました。でもその闘病中はちょっと弱気になったお父様とかってご覧になりました、はい、そうですね、やっぱりあの、ね、昔はこういうことできたのになとか、うん、やっぱり子供ながらに悔しかったりするんですよね、そういう姿を見ると、昔もちょっとこういう、こうテンポよくあのこう言ったら帰ってくるのにとか、言葉一つとか行動もやっぱりあのもう昔と違うなっていうのは、はい、私もね、釣りにいらっしゃるということですけれども、はい、じゃあもうお父様と今後その予定っていうか、あんなことしてみたい、こんなことしてみたいっていう。そうですね、うん、やっぱり今年は、まあ、あの年末ぐらいには旅行に行きたいなっていう、うん、家族で一緒に旅行に行きたいなとか、うん、あの旅行行こうねって、うんうん、はい、話してます。お孫さんとは、はい、うん、もうとにかくあのうちの父はもう孫一番なので、はい、やっぱり一緒にあの病院に、まあ、今回もあの結構ずっと行ってたので、はい、桃花ちゃんがいたことがまた一つ辰夫さんが頑張れた理由ということで言いますか。そうですね、多分大きかったと思います、はい。そしてあの、まあ、先ほどね、お友達もいろいろ病気というふうにおっしゃってましたけども、はい、まあ、最近でも小松宏さんがこう、はい、ね、がんということなんですけど、はい、なんかそのことについておっしゃったりはしてらっしゃいますか。いや、特にあの、まあ、話はしてないですね、はい、今は親友と言われている松塚的な人も、はい、ちょっと闘病中ですけれども、そうですね、なんか連絡を取り合ったりとかはあのしてると思うんですけど、うん、あのちょっと前とかはあの話をしたりはしてましたね、うん、はい、お見舞いとか、お見舞いはどうでしょうね、うん、ちょっと私はあの聞かないんですけど、うん、はい、でも励みにはなくね、お互いに、ね、うん、でも本当にあのよく言ってますよ、父がやっぱりみんな なんかいなくなっちゃうなっていう、うん、すごくそれはしょんぼりね、うん、悲しいですよね、うんうん、今後そのまあ体調もちろん気をつけながらということになると思うんですけれども、はい、アンナさんとしては今後お父様をどうやってこうずっと、まあ、あの見守っていこうと。そうですね、見守る、うーん、とにかく、まあ、あの優しくします親子喧嘩とかって今もしますします、すごくするので、またちょっとあの、ね、激しい喧嘩ができたらいいなと思いますね、はい、今じゃしばらくはお休みちょっとなんかねって思ってもやっぱり黙ってました。でも改めてこういう病気を通してね、お父様の存在の大きさみたいなのは感じたんじゃないですか。そうですね、本当にあのやっぱり父は偉大なので、あの、まあ、私にできることって少ないんですけども、まあ、私ができることは最善を尽くして、はい、頑張ります。じゃあ元の喧嘩ができるようになるまで、ね、やっぱり喧嘩はね、ぐらい喧嘩ができるぐらいあるっていうことはもう元気なことだから、ね、はい、これはね、その元気だとみんなに伝えてくれということではあったんですが、はい、一瞬その病気の間に弱気な発言っていうのは聞かれましたか。弱気な発言、そうですね、でもね、あんまり言わなかった、うん、言わなかったですね。痛いとかそういうことも、うん、とにかくチューブがね、邪魔でイライラしてましたね、入院中は、うん、手術前とかはどうでした。手術前は、まあ、すごく緊張してたと思います。あえておっしゃらなかったって感じですか。そうですね、で、まあ、とにかく、うん、そのね、日に日にこう元気になっていって、うん、こう口が聞けるようになってくると、やっぱりどうしても人間こうわがままが出たりとか、うん、あのになるので、元気になった証拠だなっていう、うん、あのとにかくね、やっぱり
動かないじゃないですか、体が、うんうん、おトイレ一つ行くのもすごくこう点滴をずっと針が刺さってるので、そういう意味で体が動かない、思うように動かないことがすごく辛かったって言ってましたね。グルメな梅宮さんですけど、なんかこう特にこれを食べたいとか、なんかそんなことでしょうか。なんか珍しくというか自分でも驚いたんですけども、これが食べたいって本当にもうこの10日ぐらい前から言い出して、それまではやっぱり食べたいものすらも出てこないって言ってたんですけど、お寿司が食べたいって言ってましたね、うん、はい。召し上がったんですか。はい、ちゃんとお寿司屋さんに行って食べました。はい、はい、確認なんですけど、はい、冒頭で天気にしてるけど一時はどうなるかという部分あったということだったんですけれども、はい、その一時はどうなるかっていうのは2月の肺炎とは別にそういう別です。今回のその手術に対しての体力が持つか持たないかっていうところが一番心配をしたところなので、やっぱり高齢なので、若い人と違ってそのがんがそんなに進行性が早くないんですね。なのでがんよりもその12時間の麻酔がちゃんとこう体力が持つのかっていうところが、まあ、今回は一番心配なところなので、そういう意味でどうなるんだろうっていう、はい、がん自体はステージ2というほど出ているようですけれども、1と2の間だそうです、はい。今年に入って2回に命の危険があったというふうに理解していいんですよね、はい、今年に入って2回。でもね、本当に九死に一生スペシャルはもう何回もやってるんですよ、うん、何回も何回も。なのでもう本当に強いなって思いましたね、はい。アナさんが覚えてるだけで何回ぐらいあるんですか。まず私が生まれた途端に肺がんですよね、うんうんうん、でもあと1年も余命1年ありませんと言われて、まあ、その時には抗がん剤とあとやっぱりその放射線治療で、はい、もう焼いてしまってるんですけど、まあ、それからあと私が覚えてるだけでもやっぱ小学校、私は6年生の時にまたこれまた風邪でもう死にそうになってしまったんですけど、でまたそれも乗り越え、で娘の桃香が生まれた年に北九州で大好きな釣りをやってる最中に防波堤から船に乗るときに足をつまずいて全部ここの骨を7本ぐらい折ったんですね。で北九州から緊急搬送されて、はい、私たちは東京の病院で対面をしたときにはもう ICU に入っていて、あ、もう終わりかなっていう光景は目にしてたりとか、まあ、何回も生きてます。でも本当に運の強い方でも、そうですね。だから本当になんか家族の分までというか、なんか全部をこう背負ってるのかなって、思いますね。まあ、昔ね、40年前の肺がんをなさった時から、はい、すごく食生活にも気をつけて、生活にもすごく気をつけたってお話をね、なさってましたけど、いや、ちっとも気をつけて、うん、あ、そうなんですか。ちっとも気をつけてなくて、本当に今回ここまで行って、うん、やっと気づいたみたいですね。はい、もうだから今はもうその本を見て、例えばお塩が 4g、4g って書いてあったら計量器に 4g を4.2 でもダメなんですよ。うん、本当にきっちり 4g でお料理を作ってるんで。作ってるんで、はい、もう自分で作りたいって言ってて、やっぱりそれもね、リハビリになるので、はい。じゃあ、ですね。皆さん大丈夫ですか？すみません、釣りは海ですか、川ですか？海です。はい。お船に乗るそうです。はい、船に乗って一緒に。あ、じゃあ行きます。はい、私ちょっと船酔いするんで。あ、そうなんですか。はい、じゃあ本
当一人で船に乗る、真鶴にね、お家があって、はい、村の方々がもうとっても親切な方がいっぱいいるので、はい、多分家族よりも優しくしてくれると思います、はい、今回は乗るんですか。はい、乗ります、はい、さっき体重がね、10キロぐらい痩せたっていうことでしたけど、はい、見た目的にどうです、やっぱちょっと違います。やっぱ違いますね、足とか細くなってますね。なので、はい、安藤さんの鳥獣読まれた時にかなりお痩せになってたなと思うんですけど、はい、そうですね、あの時よりは、うん、まあ、またさらに細くなっているんですけど、とにかく、きちっと食べられて体重をね、落とすことに今専念しているので、うん、はい、じゃ復帰を楽しみに、ね、はい、皆さんしてらっしゃると思います、はい、ありがとうございます、うん、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。すみません、もう一回だけカメラにこれ見せてもらっていいですか。撮れるかな。もうちょっと綺麗に描いてくればよかったですね。はい、こんなような。はい、これはもう父の直筆です。全然大丈夫です。ありがとうございます。何かの新作発表会みたいなんですけど、なんかこんなのはなんかちょっと珍しいですよね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。